はい、皆さんこんにちは、こんばんは。先日ね、ウルトラマンティガのガッツウィングゼロをね、ご紹介しました。またまたね、今日ご紹介したいのはこれでございます。家の念中を整理したら出てきました、ザ・超合金ライディーンということでね、勇者ライディーンですね。これはね、当時のものではなくて、これは復刻版になりますけどね、ザ・超合金勇者ライディーンということで出てきましたね。もう懐かしい形になっております。はい、ザ・超合金ということで、パッケージはこんな感じになっております。反対側もこんな感じでね、こっち側は、まあ、ライディーンね、ロボットモードで、こっち側はね、ゴッドバード形態ね、なってますね。もうね、ここちゃんと優しいね、ひらがなで超合金というふうにね、書かれてます。はい、こんな感じですね。対象年齢15歳以上ということでね、はい、じゃあ早速これね、ちょっともうね、多分開封はね、一回してると思うんですけども、たまたま出てきたんで、またこれね、開けてね、いきたいと思います。はい、じゃあね、開けていきましょう。勇者ライディーン、懐かしいですね。これね、シモン・マサトさんが確かね、主題歌を歌われてたようなね、記憶にありますけども、箱をまず開けると、なんか出てきましたね、これ。なんか出てきましたよ。超合金。ね。なんかこれ、説明書みたいなのがなんか出てきましたね、これね。ピラピラピラと、ちょっと、早く出てきて。はい、よいしょ。はい。なんかこんな冊子出てきましたね。ライディーンということで。あ、これ超合金シリーズ懐かしいね。マジンガー Z もまだこの形態ですね。超合金魂になる前のマジンガー Z ってこんなんだったんだね。ロボコンとかゲッターロボ。レッドバロンじゃない。これマッハバロンですね。ガンツ先生、ゲッターロボツ。これはもうシルエットからね、これはコンバトラ V ですね。ね、当時まだこれ、ね、12月発売予定とかなってますからね。はい。で、こんな感じで遊び方が裏にね、書かれております。はい、こういうね、冊子が入っておりました。はい。で、漢字の本体ですけど、いきますよ。せーの、はい。ということでね、まだね、中身は出てきておりません。ちょっと外箱ね、ここ置いておきましょうね。置いておきましょう。ちょっと反射してあれかな。じゃあちょっとね、画面から外しておきましたね。で、このね、発泡スチロールを開けると、おー、勇者ライディーン出てきました。ライディーン。わ、懐かしいな。これはあれですね。縦の部分ですね。はい、ゴッドブロックですかね。ゴッドブロックがね、入っておりますね。赤の部分だけね、塗り分けられております。で、これがね、これはあれですね、ゴッドボウガンですね。はい、ゴッドボウガン、弓矢の部分ですね。はい、これが入っておりました。で、本体ですけども、はい、本体こんな感じになっております。うわ、ちっちゃい、ちっちゃい超合金。昔の超合金ってこんなちっちゃかったんですね。いやいや、これはなかなか懐かしいな。で、ちょっと本体ね、置いときまして。腕がね、右が2つ入ってますね。右が2つね。で、左が、よいしょ、発泡スチロールちょっと抜けときましょう。左も2つあります。で、この頃のね、超合金ってね、なんかマジンガー Z にね、刺激されてるのか知らないですけど、これライディーンね、ライディーンの腕飛ぶんですよ、これね。ちょっとね、腕つけましょう、これ。はい、腕ね、右左ね、つけておきましょう。こんな感じでね。はい、つけておきますね。はい、これね、劇中のライディーンってね、別にこれパンチね、飛ばないんですけど、なぜかね、これ超合金だけは、ね、ここの、ね、レバーを引くとね、パンチがね、ちょっと、よいしょ。押すとね、こうね、飛ぶというね、なぜかライディーンなのにロケットパンチになってるということですね。はい、じゃあね、ちょっと詳細をね、見ていきたいと思います。じゃあね、ライディーンの詳細見ていきましょうね。まだお顔は隠れております。ここをね、ピッと開くとライディーンのお顔が出てきますね。こんな顔でしたね。で、こっからどうもね、登場するんですね、フェードインでね。はい、お顔こんな感じ。胸の部分、肩の部分はこんな感じになっております。
はい、腕はこんな感じで、ここのボタンでね、パンチをね両方ね飛ばすことができます。なぜかロケットパンチ状態ということで、お腹の部分、足の部分、こんな足でしたね、ライリンでね。ここね、何の意味があるのか知らないけど、先が尖ってるというね。で、後ろはこんな感じで、これ背中についてるのがゴッドバードにね変形する時のようですね。それからここにね、コロがついておりますね。ゴッドバードに変形する時にこのタイヤがねこう後ろに倒すんですね。で、肩口がこんな感じになってて、これはねこう可動式になっております。で、横向くとよく見るとゴッドバードになった時のこの目がね、目がここにありますね。で、劇中だとね、ゴッドバードになったら、ここがね、ピッとこう折りたたむんですけども、この頃のやつはね、こうできたままですね。これは動きません。はい。こんな感じでね、ライリンです。足関節はここまで動きます。はい。足関節はここまで、こんな感じで動きます。腕は横には広がりません。前と、ね、ここまでの可動ですね。肘も動きません。昔のね、超合金ってこれだけでも十分楽しめましたよね。はい。で、これが、ライディンですね。で、ここに、腕にね、この、よいしょ。このね、ゴッドブロックね、と、このゴッドボーガーね、これをつけるともうね、これでライディンですね。完全にこれでライディンですね。お顔を出しておきましょう。はい、こんな感じで。はい。どうでしょう、これね。ゴッドボーガンっていう感じね。こんな感じになります。で、劇中だとね、このゴッドブロックのここのね、丸いこっちの外側がポンポンと開いてね、ゴッドブーメランになるわけですけども。はい。腕が取れちゃった。こんな感じね。はい、ゴッドブロックね。はい。で、これを外して、でね、いよいよね、ゴッドバードに変形するわけですけども。はい。まずね、腕を折りたたみ、肩は後かな。まず、後ろのこのね、部分をこう前に持ってくる。で、お顔を縮めて、肩をこうね、ずらして。で、足を高く、こんな感じで上げますと。ね、こんな感じでね、上げます。で、後ろのタイヤをね、ここを引き下げて、はい、これでね、ゴッドバードの完成ですね。簡単ですね。劇中だとここの羽がもっとね、ピーッとこうね、広がって、あれするんですけどね、これ短いままでね、一応まあ、このね、バードというぐらいなんで、こう爪の部分がね、こうあったりなんかしますね。はい、後ろから見るとこんな感じになっております。はい、どうでしょう。ゴッドバード形態ということで、ね、目がでかいですね、これ。すごいね。ゴッドバードの目がでかい。怖いね、これね。すごい睨んでる。ね。こんな感じで。前から見るとちょっと間抜けっぽいかな。はい。ゴッドバード形態ですね。で、戻すときは、肩の、ここのところをギュッと上げて、タイヤまず戻しとかなきゃいけないかな。戻しておいて、側を、あ、今パンチが飛んじゃいましたね。今スイッチ押したんで、パンチが飛んじゃいました。代わりのね、代わりのパンチを入れておきましょう。これ、昔ね、よくね、これ勝手に飛んでいってね、パンチがよくなくなりましたね。私も昔持ってたマジンガー Z のね、パンチ、飛んでいっちゃってどっかなくしたことありますけどね。はい。で、お顔を開きます。ということでね。で、あとはこのね、付属のパーツを、よいしょ。これがね、折れるから怖いよね。よいしょ。ね、つけて、よいしょ。はい、これでライディーンの完成です。いや、懐かしいね。懐かしいけど、すごいちっちゃいね。こんなちっちゃかったんだね、昔のね、超合金って。すごい軽いし。いや、でもね、やっぱかっこいいですね。ライディーンかっこいいですね。どうでしょう。はい。ということで、ね、家の中を整理してたらね、たまたま出てきました。この、ザ・超合金、ライディーンね。当時のものではなく、これね、復刻版ですけども、やっぱりこういうね、男子にとっては、超合金、ね、すごくテンションが上がります。しかもこのライディーンね、
もう昭和のアニメの中ではもう有名ですね。マジンガー Z、ゲッターロボね、そういうシリーズに続いて、まあ有名なシリーズの一つということで、はい、たまたま出てきたので、今回ね、ちょっと久しぶりに開けて皆さんにご紹介してみました。皆さんもまたね、ちょっとお家の中ね、いろいろ探索してみると、こういう懐かしいものがもしかしたら出てくるかもしれませんのでね、お宝探しみたいにね、して遊んでみてはいかがでしょうか。はい、ザ・超合金勇者ライディンをご紹介しました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また。